お時間となりましたので、記者会見をこれより開始いたします。本日は株式会社ジャニーズ事務所において、外部専門家による再発防止特別チームからの調査結果報告書を受け、本件に関する今後の対応についてご説明させていただきます。まず、本日の登壇者をご紹介いたします。壇上中央におりますのが、藤島ジュリー景子です。その隣が東山紀之です。その隣が井ノ原快彦です。皆様より向かって一番右が、ジャニーズ事務所の顧問である西村朝日法律事務所、外国法共同事業の弁護士、木目田博です。私は本日の司会を務めさせていただきます FTI コンサルティングの浅見と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はまず藤島、東山より今後の対応についてジャニーズ事務所からご説明申し上げます。その後皆様からの質問にお答えいたします。それではまず藤島、東山からご説明させていただきます。ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子でございます。本日は大変お忙しいところ、皆様お集まりいただき誠にありがとうございました。故ジャニー喜多川による性加害問題につきまして、2023年8月29日特別チームによる調査結果と提言が公表されましたが、ジャニーズ事務所といたしましても、私、藤島ジュリー景子個人といたしましても、ジャニー喜多川に性加害はあったと認識しております。被害者の皆様に心よりお詫び申し上げます。また、ファンの皆様、お取引先の皆様、そして今回の件で、ご不快に思われたすべての方々に心よりお詫び申し上げます。私、藤島ジュリー景子は特別チームの提言を真摯に受け止め、9月5日をもって経営責任を取り、代表取締役社長を引責辞任いたしました。新しい代表取締役社長は本日同席しております東山紀之が務めさせていただきます。また弊社代表取締役副社長の白橋卓も今回の事態を重く受け止め、9月5日をもって引責辞任いたしました。被害者の方々に対しましては、ジャニーズ事務所として補償を行ってまいります。
私、藤島ジュリー景子は再発防止特別チームの提言を受け入れ、社長を辞任いたしましたが、被害者の方々に対する補償を責任を持って全うするために当面の間代表取締役としてとどまりますが、被害者の方々への補償、救済、そして今所属しているタレント、そしてジュニアの皆さんの心のケア以外の業務執行には関わりません。この度は誠に申し訳ございませんでした。それでは続きまして、東山からご説明させていただきます。この度新しく事務所の代表となりました東山紀之です。まずは喜多川氏の性加害を認め、ここで謝罪させていただきます。被害に遭われた方々、長きにわたり心身ともに辛い思いをさせたことを本当に申し訳なく思います。今後はこの事実に真摯に向き合うため、私は年内をもって表舞台から引退をします。今後は人生をかけてこの問題に取り組んでいく覚悟であります。そしてこの場をお借りしてファンの皆様、取引先の皆様、スタッフの皆様、社会の皆様、重ね重ねお詫びを申し上げます。なお被害者の方々への誹謗中傷は今後やめていただきたいと考えております。今後新しい事務所を作っていくために、私はまず第一に特別チームの報告書の事実認定および提言を真摯に受け止め、被害者の方々をはじめとする皆様に深くお詫びを申し上げます。被害者の方々の救済、補償、それを誠心誠意取り組ませていただくこと、それこそが全ての出発点だと考えております。特に特別チームの報告書では、喜多川氏による性加害が行われていた当時から役職員の一部は性加害について見て見ぬふりをして何の対策もなかったと明言されております。事務所を代表して被害者の皆様に対し、まずこの点に関し深く深くお詫びを申し上げます。また被害者の方々に対しての補償につきましては、真摯に向き合って誠実に対応させていただきたいと考えております。第二に、新しい事務所を作るための取り組みとして、私は新社長として特別チームの事実認定および提言を踏まえて、外部からチーフコンプライアンスオフィサーを招聘し、人権侵害防止のための体制を整備することなど、二度とこうした問題が起こらないよう徹底した再発防止策を考えていきます。そしてガバナンスの再構築も行ってまいります。そして何よりファンの皆様、一生懸命頑張っている全ての所属タレント、そのために失われた信頼を再び取り戻すべく全力で努めてまいります。喜多川氏が被害者の方に長きにわたって深い心身の傷を負わせてしまったこと、それで失った信頼を取り戻すのは大変時間がかかると思いますが、私はそのために今後の人生をかけ、
そして命を懸け、この問題に取り組んでいきます。何卒皆さんのご支援を再び賜りたく、できましたらこれまた以上に応援していただけたらありがたく思います。では続きまして質疑応答に移らせていただきます。なお会見が長引くことが予想されますので、登壇者が途中で一時中断する可能性もございますが、ご了承いただければ幸いです。マイクをお持ちいたしますので、媒体名名前をおっしゃってからご質問のほどお願いできればと思います。なお本日は多数のメディアの方にご出席をいただいており、なるべく多くの出席者が質問できるよう、ご質問は1問ずつでお願いいたします。ではご質問がある方は皆様から向かって左側の列番号で指名をいたしますので、挙手のほどお願いいたします。それでは真ん中のブロック、黒いシャツマスクの方お願いいたします。新聞赤旗の小林と申します。これから事務所として性加害だけでなく、ハラスメントを、事務所だけじゃなくエンターテインメント業界からなくしていく先頭に立っていく必要があると思います。そこでお伺いしたいことがあるのですけれども、新社長になられる東山さん、これまでに、自身がハラスメントをした認識や、または、そのような指摘を受けたことがありますでしょうか。直接指摘を受けたことはありません。ただ誤解を招くようなことはあったかもしれません。そのことについては、記憶を、考えてはおりますが、思い出さない点も多々あります。そういったことも含めて今後やはり自分を律し、対話を続け、そういう問題が起きないようにしていく、それが使命なのかなと考えております。それでは続けて真ん中のブロック、白いシャツの男性、テレビ東京の奥間と申します。先ほど冒頭の挨拶の部分で藤島ジュリー景子さん の持っていらっしゃる株に関しての話っていうのが一切なかったんですが、株主としてはどうされるのか、そのあたりも伺いたいと思います。また被害者の救済、補償に、専念する形で今後も代表取締役としては残られるという話がありましたが、いつをめどに、降りられる予定でいらっしゃるのか、そのあたりも、伺いできればと思います。で、今回申し訳ございません、質問は1点まででお願いいたします。まず代表取締役についてでございますが、現時点ではまだ補償を始めておりませんので、私は 100% 株主でございますが、いろいろなことを決めていく上で、代表取締役でいて補償について議論していく立場である方が事務所の中で良いというふうに判断して、この形でとどまっております。これ補償が速やかに進めば、もちろん代表取締役から降りるということは考えております。で、株についてでございますが、これも同じくで、今の時点では私が 100% の株を持っていることが補償についても非常に進めやすいというふうには考えております。
ただ今後については同族経営が今回の問題であるというご指摘もいただいておりますので、どういうふうにしていくことが一番良いかは新経営体制の皆様ともご相談しながらいろいろと協議していきたいと思っております。それではグレーのジャケットの方お願いいたします。TBS テレビ報道特集の村瀬と申します。半世紀以上の長期にわたってですね、数百人の少年に対して性加害が行われたという史上空前の加害行為ということになると思うんですけれども、このようなことが起きた背景にジャニーズ事務所という会社組織がなければですね、こういうことは起きえなかったのではないかと思うんですけれども、東山さん、藤島さん、この性加害が行われるにあたってジャニーズ事務所が果たした役割はどのように認識されていますか。そして責任についてはどのように考えていらっしゃいますか。やはりまず喜多川氏と藤島氏の、絶対的な、存在がいましたし、僕らはやっぱりそれを正しいと信じておりました。今となっては大変恥じておりますが、エンターテインメントの世界でやはりそういった絶対的な存在がいますと、やはり下の者たちはそれを信じ行動していかなきゃならない状況下にあるわけですね。それがやはりこう被害の拡大を生んだのではないかと考えております。そしてですね、やっぱりこう下からの意見を上に上げられない状況、それがやはりいけなかったのではないかと考えておりますし、果たしてこれが正しい役目だったのか、それを今後僕らも考えていかなきゃいけないですし、やはり健全な世界というものを作っていけないといけないと思うので、その役割をこれからさらに考えていきたいと、そして作っていきたいと思っています。多分ハラスメントの問題というのは世界的なもので、それをどこかでやはり表現していかないといけないなと思いますので、僕らは提言にあったようにそれにちゃんと正しく向かい、そしてロールモデルを作っていく、これが今後の役割になっていくのかなと感じております。東山さん、ご自身はこの性加害が行われていたことについては認識されていたのか、あるいはどのような行動を取られたのか、そのあたりを教えていただけますか。恥ずかしながら何もできず、何の行動もしておりませんでした。ただ噂としてはもちろん聞いておりました。で、私自身は被害を受けたことがなく、で受けている現場に立ち会ったこともなく、先輩たちからも後輩たちからも相談もなかったので、噂という認識はありましたけど、自ら行動するということはできずにいました。それを反省を込めて今後は対応していきたいと考えております。それでは隣の白いシャツの方お願いいたします。 TBS テレビの高柳です。この問題はかなり前からジャニーズ事務所が設立された当初からあったことだと思います。東山さん、井ノ原さんの若かった頃、周りにいた近しい人間もこれを受けていた方ももしかしたらいるかもしれません。そんな中でお二人がこの事実を認識した時期はいつ頃だったんでしょうか。やはりさまざまな暴露本等が出ていましたから、そういう噂があるというのは知ってましたし、ただ僕らはやっぱり喜多川氏を信じておりましたから、その暴露本というのは読んでこなかったんですね。ただやっぱりこういろいろマスコミの方たちの意見が出ましたし、また一部有罪判決が出ましたり、その辺からすごくこう自分の中では認識が深まっていったんですけど、ただそれはあくまでも噂であるということを信じておりましたね。なのでその喜多川氏と、それをまた隠蔽した藤島氏と、
そういう状況感があるというのは全く気づかず、逆にあの二人は本当に父のような母のような思いで感じていましたから、あっては欲しくないなとは思っておりました。ただその中でやはり僕らは仕事をしなければいけないので、その仕事をしている中で、いつしかそういうことも忘れていくんですね。なんかそういうことの繰り返しでした。ただその間もやはり被害者の方は、トラウマに苦しみ、心身ともにやっぱり不調を訴えていたと。それはやっぱりきちっと受け止めなきゃいけないですし、今後は僕がやっぱりそれを救済し、保証をし、そういうものをともにやっぱり携えて行っていくべきだなと思っております。井ノ原さん、いかがでしょうか。はい、井ノ原です。僕は小学校6年生の頃にジャニーズ事務所に入りました。その時すでにそういった本が出ていまして、周りもまあみんな仲間たちもそうなのかなというような噂はまあしてましたね。そうなったらどうしようっていう話もしてました。ただやっぱり被害に遭われた方が例えば相談に乗ってくるとか、そういうことができない空気はあったと思います。だからこそ被害者の方々が今まで何もできなかったりとか、告白したのが今になってしまったんじゃないかなと思います。なんとなくそういった空気はずっとありました。でも僕らの関心事というのはそれを一旦置いて、まあ、小学生から中学生ぐらいでしたから、まずはもっと踊りが上手くなりたいとかデビューしたいとか、そういう気持ちの方が強かったように思います。東山さんおっしゃったように、やっぱそんな時に小学生とか中学生の自分たちがそれちょっとおかしいんじゃないか、噂聞いたぞっていうようなことが言えなかったのは本当に今となっては後悔しておりますが、言い訳になるかもしれませんけども、なんだか得体の知れない、それには触れてはいけない空気というのはありました。はい、それでは黒いスーツの方。同じところばっかり刺さないでほしいんですけど、おかしいんじゃないでしょうか。そうですか。はい、すべて当ててまいりますのでお待ちください。前で手を挙げているので、じゃあもう。では、じゃあその次に。フジテレビの木村と申します。当事者の会の皆さんは救済はもちろん、保証はもちろんのこと、直接の対話を提言の中で求めていらっしゃいます。その直接的な対話に関してはジュリー氏が自ら行っていくものなのか、あるいは東山さんが行っていくものなのか、このあたりについていかがでしょうか。彼らもそうですし、まあ、被害に遭われた方、やはり対話というのは必要だと思いますので、双方の理解を深めるためにも、そして意見を交換とするという意味でも、やはりその会うということは大事だなとは思っております。はい、全く同じ意見でございまして、被害者の方々、当事者の会の方々も含めてお話は伺っていきたいと思っております。はい、では前列の方お願いいたします。井ノ原さん、ありがとうございます。あ、いえ。アークタイムズの尾形と申します。東山さんと藤島さん、それぞれにお聞きしたいと思います。東山さん、冒頭の質問で性加害が自分自身であったかという質問に対して、そういう指摘は受けていないと。しかしながら誤解を招くことがあったかもしれないという言い方をしましたが、まあ、いろいろなジュニアの元ジュニアの方とかですね、そういった方の証言を聞いていると、東山さんは非常に厳しかったと。それはハラスメント的に厳しかったという声もありますし、性加害ということを言っている人たちもいます。これは東山さんは誤解を招く声があったかもしれないとおっしゃいましたけれども、それは否定されているのか、また誤解を招く声があったかもしれないと自分で思っているとすれば、これは性加害が繰り返されていた、構造的に繰り返されていた可能性を示しているんですけれども、そういう面においてご自身がその一部になっていたかもしれないものについてですね、それを直すこと、その性加害をなくしていくことができるのか、それを今
社長になったということをどういうふうにですね、周りを説得していくのか、自分が適任なのかどうかということを教えていただけないでしょうか。まずやはり僕は厳しい方だと思っております。それはやはりエンターテインメントの世界は甘くありませんので、特に舞台に立つというのはある信念と覚悟が必要だと思っておりますし、そのためには、ある力量も必要でありますし、努力も必要なので、そういった面で厳しかったことは多々あると思います。ただその当時それがハラスメントだという意識はちょっと自分の中にはなかったので、僕はデビューは19歳で、してますし、多分初舞台は20歳か21歳の頃で、その頃は本当にこうもうつかみ合いになるぐらいの やり取りみたいのが日常茶飯事でありましたし、そういうものだと思っておりました。それがやはり、舞台を良くするための一つのエネルギーかなと思っておりましたので、ただこう大人になって、振り返りますと今の時代とはだいぶやはり差があるなと思いますので、今後それをやっぱり反省し、その上で、みんなと共に、歩んでいきたいなとは思ってます。それでは次の方ご質問お願いいたします。一点だけ、同族経営の話で 100% 株主であって、今後それはみんなと話し合っていきたいという話でしたけれども、これ 100% 株主ということは絶対的な権限を握っていて、社長も簡単に変えられるわけですが、ですから藤島社長がどうやって同族経営を変えていくかというのは非常に重要で、これは 100% の株をいつはっきりした時期はなくてもいいんですけれども、何パーセントに下げていくとか、同族経営を変えていく何らかの具体的なアイデアでもいいんですけど、それはないんでしょうか。そうでない限り同族経営は全く変わらないと思うので、その今のアイデアでもいいのでちょっと教えていただけないでしょうか。先ほどと同じ話の繰り返しになりますが、同族経営が弊害であるということは認識、提言でも伺いましたし、それを変えていかなければならないということも認識しております。ただ今すぐ株をどうできるかっていうのは簡単な問題ではございませんので、ここですぐに申し上げられることではございませんが、それは大変恐縮ですが、今ここでいつどこでどういうふうにという具体的なお話はできないまでも検討していきたいとは心から思っております。減らすっていうことは、じゃあ どなたが今それをお求めに なりたいかとか、そういうことも含めて何も始まってございませんので、今それを具体的に申し上げることは非常に難しゅうございます。はい、それでは次の方、では真ん中のブロック白いシャツの女性の方お願いいたします。テレビ朝日の山崎です。よろしくお願いいたします。先ほどから東山さんがジャニーズ北川さんのことを北川氏というふうに呼んでおりますけれども、ジャニーさんへのその思いと、今後このジャニーズ事務所というのは、事務所の名前というのは変更があるんでしょうか。そのことに関しましても大変議論はしました。どうすべきなのかという、やはりこれだけの犯罪ですから、これを引き続き名乗るべきなのか、まあ、いろんな解釈がみんなの中にもありましたし、ただ僕が思いましたのは、ジャニーズというのはもちろん創業者の名前でもあり初代のグループでもありますが、何より大事なのはやはりこれまでタレントさんが培ってきたエネルギーであるとかプライドだと思うんで、その表現の一つでもいいんじゃないかとは思ってます。そして北川氏に関しては、
エンターテインメントというのは人を幸せにするためにあるもので、それがそうじゃなかったと。でもやっぱりその力は信じたいですし、たくさんの人を巻き込んで迷惑をかけて、結果あの方は誰も幸せにしなかったなと。なので北川氏と呼ばせていただくことになりました。それでは向かって一番左のブロック、グレーのジャケットの方、お願いいたします。YouTube で一月万冊という番組で発言している作家の本間と申します。今ですね、そのジャニーズ事務所、この名前は変更はないというお話で、まあ、そのジャニー喜多川氏の名前でもあるが、まあ、今まで頑張ってきたあのタレントさんたちの総意でも、総意というか、まあ、一つのまとまりでもあるというお話いただいたんですが、まあ、ちょっと正直言って納得できない。その我々って言いますか、まあ、一般の人間から見るとですね、ジャニーズ事務所といえばジャニー喜多川さんの作った会社で、その方が下手をすると40年50年もっとかもしれない、数百人、下手をしたら数千人の人々を不幸のどん底に叩き落としてきたと。そういう状況の中でその方の名前を今後も監視っていうのは、この頭に乗っけていくっていうのはあまりにもちょっと常識外れではないかと思うんですね。まあ、あえて言えばですね、きつい言い方をすればヒトラー株式会社とかスターリン株式会社なんてないわけですよね。それに匹敵するほどの犯罪を犯したというご自覚がちょっと足りないんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。おっしゃる通りだと思います。今回の提言をいただいて、まあ、解体的見直しというのが必要だという、まあ、意見をいただきまして、それを踏まえた上でみんなも本当に理解をしていると思います。でたくさんの方が被害に遭ったことも分かっています。僕自身も、まあ、名前を変え再出発した方がもしかしたら正しいのかもしれません。ただやはり僕らはファンの方にやっぱり支えられているもんですから、それをどこまで変更することがいいのかっていうのも考えてきました。本当におっしゃる通りだと思うんで、今後はそういうイメージを払拭できるほどみんなが一丸となって頑張っていくべきなのかなという判断を今はしています。それでは次の質問に参ります。では真ん中のブロック、グレーのマスクの方、お願いいたします。ありがとうございます。ビデオニュースの神保と言います。ちょっと厳しい質問になってしまうかもしれないんですけれどもね、藤島前社長、それから被害者の新社長に伺わなきゃいけないのは、先ほどもちょっとお話出ましたけれども、まあ、解体的な、まあ、出直しが必要であると。どなたかは空前の性被害事件がジャニーズ事務所という会社内で起きていたということですよね。今日の発表、じゃあその解体的見直し、あるいは出直し、何が出てくるかといって、まあ、もう日本中が注目している、その中で私が聞く限りは社長を交代します、被害者にはしっかり補償をやっていきます、基本的にそれ以外出てきてないですよね。で教えていただきたいのは、まず本当にそれで十分と考えてられるのか、 それだけで社長交代と、それから、補償をこれからちゃんとやります、それだけで十分と考えているのか、それともそれは不十分なのは分かっているが、何らかの理由でそれしかできない、
だとしたらその理由を教えていただきたい。そして最後に解体、今回の発表になったもののどこが一体解体的な見直しあるいは出直しだったというふうにお考えなのかを教えてください。まず提言のをいただいたのは8月の29日だったと思うんですけど、そこからの作業でできることには確かに限界もありまして、ただやはり急ぎできることをまずしなければいけないですし、被害者の方にも会わなきゃいけないですし、意見も聞かなきゃいけないですし、その中で、実際何ができるのかというのを探っているのは事実です。なのでこの期間に、まずできることをまずしようということですね。で、本当大変な事件だと思いますし、本当に人類史上最も愚かな事件だと思います。その道のりというのは大変長い道のりになると思いますが、まずはその一歩を踏み出さないといけないのかなと感じております。なので、答えはすぐに揃えられることはちょっと難しいわけですね、現実問題。ただやはりみんなでまず一歩を踏み出し、その道のりを歩み始めなければ何もスタートできないと思いますので、でこれから行って初めて見えることもあると思うんですね。それをみんなで探しながら、何が正しいのか探りながら、まずは踏み出していきたいと考えております。本当皆さんがおっしゃることは本当によくわかります。じゃあ何が揃ってるんだ、頭だけ変えたらいいのか、でも本当に何かをスタートしなければ始まらないと思うんですね。もちろん僕も初めての経験ですし、今後どうなるかっていうのも予想もできないです。ただやはり被害者の方々、かつての仲間でもありましたから、まずは引き受けること、もちろん自分も大変だっていうのは分かりますし、何が正しいのかっていうのも分かりませんが、でもまずはやらなければいけないのかなと感じております。できればこの会見で全てを揃えて皆さんに提出できればよかったんですけど、なかなか難しい時期でもありましたし、僕自身もやっぱり引退を決めたのがここ最近だったもんですから、ただやっぱりやるからには、きちっと皆さんの思いを受けて、まずは再出発させてもらおうということを考えました。ここから解体的な出直しに着手するという、そういうことです。はい、はい、それでは次の質問に参ります。グレーのジャケットの方お願いいたします。東山さんにお願いいたします。フリーのジャーナリストの鈴木エイトと言います。よろしくお願いします。実はこの5年間ずっと聞きたかったことがあるんですよ。実は古い話持ち出すので申し訳ないんですけども、 TOKIO の山口達也さん の未成年の女子高生に対するわいさつ問題が起こった時にですね、東山さんは当時のサンデーライブでこういう発言をされています。ちょっと先遡ってですね、その事件の時、まずジャニー喜多川さんまだご存命中でしたけれども、ジャニーさんがですね、私は全ての所属タレントの親だってことを当時コメントを出されています。それを受けてのことだと思うんですけれども、東山さんがその時にですね、サンデーライブの方でですね、先輩としてお詫びをされたと。そこで被害に遭われた方、ご家族の怒り、子供を持つ親として理解できると、で与えてしまった心理的肉体的な疲れさら分かるのでお詫びさせていただきたいと真摯に謝罪をされています。でその上でですね、僕らは大人の男性として弱い立場や女性未成年を守る立場にいるという前提の後にですね、父親のような存在で信頼していた人に猥褻な行為をされたショックは計り知れないとおっしゃったんですよ。僕その時それを発言を聞いて非常に意味深だなと思ってんです。でその時に実は東山さんは何らかのシグナルを出されたんじゃないかと、ジャニー、その時に絶大な権力をお持ちだったジャニー喜多川氏に対してですね、何らかの性加害、未成年者、ジャニーズジュニアの方に対する性加害をやめてほしいっていう、なんかそういうシグナルを僕を出したんじゃないかなってことを当時思ったんですね。
で、まあ、その時そういうことを意識されてたかどうかということと、それは東山さんから何らかのジャニー喜多川氏に対するシグナル、サインだったんじゃないかなってことを当時勝手に僕思ったんですけど、そのことについて当時のご認識であるとか、もし可能であれば伺いたいと思います。特にシグナルという意味はありませんでした。ただやはり、僕も親になりまして、二人の娘のそういう思いというのがやっぱ分かりましたし、だからこそやはりこの、まあ、今回の新しい社長という、まあ、これを受け入れようと思ったわけですね。なのでシグナルを出したという意味ではなかったです。はい、ありがとうございます。では次の質問に参ります。右のブロック、壁側の白いシャツの方お願いいたします。フリーライターの渋井と申します。先ほどまあ冒頭の挨拶で、3人方もですね、特別チームの調査報告書をまあ認めるというようなお話をして、まあ、それで被害者へのまあ補償なり謝罪なりをするというふうにおっしゃったんですけれども、その報告書に書かれている被害者の方が今のところ最大値と考えるのか、そこにまだ言えていない人たちがいるという前提があるのか、もし言えていない人がいるとすれば被害を訴えることまで待つということになりますけれども、その窓口ということに関してはどのように考えているでしょうか。提言を受けまして、数百人の可能性があると。大変センシティブな問題ですので、僕らが探るわけはにはいかないわけですね。なのでやっぱ心のケアという窓口を作らさせてもらって、まあ、そこで声を上げていただけたら嬉しいんですけど、なかなかそういうことも難しいと思うんですね。なので、まあ、どのぐらいの時間がかかるか分かりませんが、その窓口を、まあ、藤島がやるわけですね。で、僕の考えは、まあ、いろいろなことがあるとは思うんですけど、いや今回は法を超えてやっぱ救済補償というものが必要だなと思ってるわけですね。なのでやっぱりこう夢や希望を握りつぶされた彼らと、まあ、夢を諦めた僕としっかり対話するということがいいのかなと思ってますし、まあ、ここから僕が探るわけにはいかないんですが、非常にこうそこら辺は難しい問題だなと感じております。ただ時間を区切るということはないので、もう僕らはそういうその覚悟を持って、長い道のりだという覚悟を持って、今は言います。では向かって右側のブロック、眼鏡の方お願いいたします。白いシャツの方お願いいたします。NHK の美濃と申します。5月14日の時点ではですね、性加害について知らなかったというように説明されていたかと思うんですけれども、今回チームの調査報告書と提言をどのように受け止めた結果ですね、今回の認定そして新体制となったのでしょうか。藤島さんと東山さん、それぞれお聞かせください。私からお話しさせていただきます。考えが変わったということではなく、時点では当事者も亡くなっておりましたので、私が事実認定をするというところに至らなかったことは、私が十分な調査をできていない中で大変申し訳なかったと思います。ただこれだけ多くの方が声を上げられている中で、今それは事実だというふうに認識しておりますので、考えが変わったわけではございません。先ほども申したように、まあ、自分たちで、それを調べるということができないわけですね。なので提言の先生たちの、まあ、意見を待たなければならず、その中で、まあ、できることを、まあ、考えていくわけなんですけど、なかなか難しい作業ではありました。ただその提言を受けて、やはり動き出さなければいけないという、まあ、思いでいましたので、藤島とともに、今後を考え、このような、まあ、結論になったわけです。それでは次のご質問に参ります。真ん中のブロック、
の女性の方、眼鏡をかけておられる方、どうぞ。前から3番目の列の方。ロイター通信の白木と申します。よろしくお願いいたします。東山さんに今後の経営方針について大きく2つのアングルからご質問させていただきます。1つはメディアとの対応、メディアへの対応の仕方なんですけれども、これまで日本の主要メディアは数々裁判ですとか一部の週刊誌などにこのような報道が指摘される中でですね、沈黙を守ってきたところも多かったと思います。その背景には、ジャニーズ事務所が無言の圧力ですとか、タレントの出演を控えるですとか、そのような行為が、忖度のもとにですねあったと伺っ、そういうふうに言われております。そのあたり の今後の東山さんの手腕というのはどういうふうに変化されるのかされないのか、どう今認識されてそれを変えようとするのかというところをお聞かせください。あとそのタレントさんへのことなんですけれども、ちょっと性被害性加害とは関係がなくなるかもしれませんが、ジュリーさんの社長の下では一部のタレントさんがですね、ジュリーさんとの確執の中で対象を決められた方が、ジャニーさんの死亡後たくさんいらっしゃいます。で今後も、ジャニーズ事務所という名前も変えないで、活動されるということで対処されるタレントさんが続く可能性がございます。その場合ですね、東山さんとしてはどのように事務所のタレントさんとですね向き合ってですね、今回のことを改善の方向に向かわせてやめさせないようにしていくのか、そのあたりのお考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。はい、まずメディアの方たちとはやはり対話は必要だなと思っております。深いところは分かりませんが、やはり北川氏そしてうちの事務所が全てが悪いんだと思います。はい、そうに思わせてしまった、そう感じさせてしまったというのは、なので僕自身がやることで、対話が深まればいいのかなと思ってますし、あとタレントさんに関しては僕が記憶する限り、ジュリーとの対立というのはちょっと感じたことはないですし、そこに入ったことはないんですが、ここにいてよかったなと思えるようなやっぱり事務所を作らないといけないなと思ってますね。僕はエンターテインメントの学校であるべきだと思っていますし、そこでの教育、やっぱり知識の深め方、そういうものが今後は必要になっていくのかなと思いますし、これまでは、なるべく、自分が活動している背中を見せることが自分の役割なのかなと思ってはいましたが、今後はみんなと向き合って、まずは対話を重ねていくということが大事になっていくのかなと思います。それでは向かって真ん中のブロック前から5列目の方、ブラウンのシャツの方お願いいたします。BSTBS 報道1930の赤岩と申します。補償を担当される藤島ジュリー前社長にお伺いします。補償と同時に今後被害を訴えられる方、出てくるという可能性があると思うんですが、このジャニーズ事務所の方はですね、ジュニアの方々と契約書などを結んでなかったという声が多数上がっています。その中で、古い昔所属していたタレントの方が被害を訴えられる場合、どのように認定されていくという方針があるのかどうかということと、また海外でも被害に遭ったということを訴えられている元ジュニアの方もいらっしゃいます。そういう中、補償をですね、今後ご自身の資材、会社のお金、どのように資材を含めてですね、払っていくというお気持ちがあるのかどうかということをお伺いできればと思います。補償についてはもちろん先ほど東山が申し上げました通り、
法を超えて訴えをいただいた方たちには真摯に向き合っていきたいと考えておりますが、その中でも本当に在籍していらしたかどうか の確認作業はさせていただきたいとは思っております。それ以上の詳しい部分は木目田先生からフォローさせていただきます。弁護士の木目田でございます。在籍は確かにと、まあ、過去の古いお話というのもございますので、まあ、そういう意味では、まあ、提言で、指摘されているようにですね、あまりその、まあ、厳密な証拠を求めて、厳密に法的に厳密にするよりは、もう少しですね、緩やかに、まさに東山新社長が先ほどご説明したように、まあ、法を超えてきちんと保障してまいりたいと、まあ、そういうふうに考えているということでございます。以上で、ございます。決めたでございます。私からお答えします。これからですね、補償につきましては、提言のに従って、実行してまいる段階でございます。ですので、全体的な金額や具体的な補償の方法、どの、財産なり資産を持って当てていくかにつきましては、まだこれから検討していく段階でございますので、今の段階でご質問に対して、ご回答することは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。叔父の起こした問題でございますので、名としては責任は取りたいと思っております。それでは次の質問に参りたいと思います。では右のブロック向かって左側のブロック5列目あたりの白いシャツの男性をお願いいたします。 TBS ラジオの澤田と申します。よろしくお願いします。藤島前社長と東山次期社長に伺いたいと思います。藤島さんに伺いたいのは、報告書の中ではスタッフの中でも、多くその性加害についてある種共有をされていたというような指摘もされています。それでも、ご存じなかったのか、噂レベルでもご存じなかったのかということを伺わせてください。で、東山新社長についてなんですけれども、元ジュニアの方が出された書籍の中で、東山新社長の性加害ハラスメントと、さっきは多分エンターテインメント全体についての、パワーの部分とかも含めてだと思うんですが、性的な、加害について言及されている点があるのですが、それについての、事実確認を伺えればと思います。僕がということですか。はい、僕が性加害をしたのかということですか。実態があるのですが、はい、事実関係を伺えれば。僕はしたことはないです。ジュニアに対してですよね。当時ジュニアだった方が、はい、僕はしたことはないです。どうぞいただいたらもうこういうのがあったと言ってる方が多いですけど、はい、したことはないです。それでは次の質問に参ります。申し訳ございません。もう一度質問していただいていいですか。スタッフの間で報告書の中でもスタッフの、はい、大変恐縮ですが、私はデビューしたタレントのことをマネジメントすることが自分の担当でございましたので、ジャニーズジュニアの皆さんとは挨拶はもちろんしたことがあるんですけど、今ジャニーがいなくなってからは接する機会も増えましたが、ジャニーの存命時代は本当に接する機会が少なかったので、残念ながら彼らが私に相談できる環境は
なかったと思います。でじゃスタッフがそれを私に報告していなかったのかという点で申しましても、私は自分 の、 本当に取締役であったのに無責任な話でございますが、自分の関わっているタレントのこと以外を本当に理解していなかったので、そういうことが行われていたことを認識しておりませんでした。はい、はい、それでは真ん中のブロック一番前の列の方、紫色の洋服の方お願いいたします。はい、すいません、リポーターの長谷川雅子です。よろしくお願いいたします。これから被害者の方に向き合っていくというお話だったんですけれども、特別チームは第三者による被害者救済の委員会を新たに設置して、さらにそれには時効を設けるべきではないということをおっしゃってましたが、それをやることはもうすでに決められているのかどうなのかということと、はい、それから、ジュリー社長、その被害者のために今後も会社に残られるというお話ではあったんですが、そうしますとこれからジャニーズ事務所自体の権限というのはすべて東山さんに渡されて、そして、物言わぬ株主のままでいらっしゃるというか、その点について伺わせてください。設置はします。はい、それでまさに動いております。で、提言を受けまして、そうするべきだとも思っていましたし、もちろんすべてはこれからなんですね。はい、補償のことも含めてこれから動きます。はい、はい、先ほど申し上げました通り、被害者の皆様の救済、そして今所属しているタレントもやはり非常に傷ついている部分も多くございますので、その彼らのケアをすることが私の仕事だと思っておりますので、それ以外のことは一切業務執行には関わらないつもりでございます。権限はすべて僕が持つというのが、条件で引き受けましたので、はい、今後やっていきます。はい、それでは真ん中のブロック後ろから2列目の男性お願いいたします。すみません、日本放送の小永井と申します。東山さん、そして井ノ原さんに伺います。外部専門家チームの報告書の中ではですね、被害者の声としてジャニーズ事務所の中の風通しが良ければ状況は変わっていたと思うという記載もありました。東山さん、井ノ原さんはタレント活動をされる中で、タレント、マネージャー、スタッフといったその事務所の風通しについてはどのように感じていらっしゃいましたでしょうか。やはり絶対的な存在がいましたので、風通しが良かったかと言われたら悪かったと思います。それを変えるべく、僕らは今後やっていくわけですが、やはり北川氏と藤島氏と、専制主義的な感じで存在していましたから、僕らが下で言ってもなかなかそこまで行き着かないというジレンマみたいなのを常に感じておりましたし、僕がやるということでその風通しが少しでも良くなれば幸いに思いますが、今後やはりどう僕が対話に持っていくかというのは課題ではあるなとは思っています。ただ、それを経験していますから、井ノ原とも密に連絡を取り合い、ジュニアのことも含めて、昔は先輩が絶対みたいなところありましたけど、今後はそういうことがなく、みんな本当にこう平等にフラットなものの考えで、いけるように、構築していきたいなとは思ってます。はい、向かって、それでは向かって、すみません、僕まだ答えてない、はい、じゃあ僕答えたから、答えたらそちらで、はい、すみません、はい、お願いします。すみません、ありがとうございます。小永井さん、僕はジャニーズ事務所でいうとタレントとして所属しております。でジャニーズアイランドの代表取締役社長として、ジャニーズジュニアの育成をしております。ですから、この問題で
大きな問題なのは大きな声が出せないというか、まだ力の弱いというか、そういう、まあ、デビュー組はもう10代の子がいないんですよ。で、僕が担当している子たちは6歳からいます。ですからその子たちが、僕は性加害はしませんが、権力を持ってしまうことはあり得る話じゃないですか。ですからそこは最初からすごく気をつけてます。最初からオーディションだったりとかは、例えば僕の好みだけじゃなく、ちゃんといろんな大人たちの目で見て、どういう子が実力があるのかとか、これからどうなっていくのかとか、しっかり見ながら親御さんとも今後も不安にならないように話し合いもしていきたいと思ってますし、なので、風通しがいいということに関して言ったらですね、昨日も普通にレッスンしておりまして、あれがこうだなんだとかっていうのは普通に話しかけられる回数はすごく多いです。ですからそこで僕が、それか僕の部下が権力を持たないような仕組みっていうのはみんなで考えていかなきゃいけないなと常日頃話し合っております。それは僕も立場としては同じになります。やはりこう権力というものを使うということは、大変なことでありますので、なのでチーフコンプライアンスオフィサーというのをついていただくことになっております。厳粛な目で、僕らをこう、見張ってくれる存在をつけることになっていますので、その辺は気をつけていきたいなと思ってはおります。